皆さんこんにちは、賃貸のまさきと中島です。本日私は近鉄奈良駅まで歩いて行ける距離にございます、こちらテナント物件林工事町でございます貸家のご紹介とさせていただきます。こちらはですね、このようにですねおしゃれに改装されたお部屋となっておりまして、もともと住居用のスペースだったんですがテナント用に改装されておりますので、もうですねほとんどですね中をいじらずに、ご希望のものを置いていただくだけでですねすぐにでもお店を、営業していただけるそんな、スペースとなっております。このようにですねこちらカウンタータイプになっているんですが、奥に進んでいただきますとキッチンスペースなどもございます。こちらでですね例えば喫茶店、雑貨店、もしくはですね夜の飲食店みたいな形でですね営業を考えの方にもぴったりのこういったシンクのスペースもございますし、奥にはですね奥にもですね調理スペースもしっかりとございますので、ぜひねご利用いただければと思います。またぐるっと回っていただきますとこちらこのようにですね専用のお庭のスペースなんかもございますので、ここで観葉植物などを置いていただいてお店の、一つのですね、飾りとしても使っていただけますし、またちょっとね今電気がちょっと通ってないので暗いんですが、このようにお手洗いもしっかりとございますのでご準備の心配もございません。またこちらもともとがですね、住居用ということで上にもですねスペースがございます。こちら階段がございまして、このまま階段を上っていただくと2階のスペースにも行くことができます。こちら階段はですね昔ながらの住居ということで、ちょっとですね手すりなんかをつけないといけないかなと思うんですけれども、こちらつけていただければ2階のスペースもですねお客様専用のスペースとしてもご利用いただけるので、とてもですね使い勝手のいいそんな物件となっております。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいいテナント用の賃貸物件、気になるのはやはり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきではテナント物件も多数取り扱いさせていただいておりますので、この機会にぜひ一度ご来店ください。ご視聴ありがとうございました。